はい、結構ね重宝してきてますね。毎日ね少しずつなんですけどね、これが、早取り小松菜いう感じでね、10月に20日に植えて、まあ1ヶ月もしたらねこんな感じで少しずつ、収穫をして口に変わるようになってきました。でまあこっちの方のね、ほうれん草も間引きとして、収穫をしていきつつ、キャベツはい、キャベツの方もね、まあ、ぼちぼち虫食いの中にもですねこんな風に、収穫も間近になってきてます。もう収穫しようかな、もうかなりね間引きな尽くし、いうことで、楽しんでます。自然の暮らし金本広場よっこいしょっと。いつものように一応ね前とのことです、着色料、糖類、甘味料、プリン体0000 外の温度がねもう16度ぐらいになってきたかな。もうだからあんまり寒かったらお湯割りの方がいいんですけどね、まあ今のところ外での作業の場合はね、はい、中杯の水割りということで、いただきます。まあね野菜ばっかり生活でしょ。でもね今日はねちょっとまあこんなことばっかりないよ。室津産牡蠣、瀬戸内海のね室津産牡蠣出回ってますね。で、これはブリハマチの方これはねトライアルで買ったんかな、なんか近郊じゃないな、近郊じゃ、九州どこかわからへんけどね、今日は、ごちそうです。いつも野菜メインなんけどね、さっきね取ったこのこれこんな感じになるんよ。で今でもこれトマト取れるんやけどね、まあはい、サラダに、しています。まああといつもと同じね緑してる中でこれも昨日ちょっとお出かけした時のトライアルで買った玉ひも、これもちょっと今から当てでね飲んでいきたいと思います。美味しいってこれお酒柄やけど、それでねこのほら鈴なりトマトのドレッシング作ってもらったんで、このまま食べても寒くなったらね結構美味しいんですけどね、こうやってねドレッシングにして食べるようにしてます。でこれが、ほうれん草チャーハン、何やろ春菊お浸しになりました。これね、これダイソンのためで、でこっちが何でしょう、サラダ用の水菜なんやけど、硬いから寒いから炊いたの。あ、炊いた方が美味しい。もう野菜ね。でこっちがこれは小松菜の間引き、あの小松菜の間引き、これも、ダイソンの50円のため、で大根おろしはいつものように、おでん大根のね、寸胴のおでん大根のやつです。でこれがね大根の葉っぱの、塩昆布調がと一緒に、これね白菜じゃないわ、これこれってねお浸しじゃないよ、ぬか漬け、ぬか床に 2,3 日入れてそれをぎゅーっと絞って、で塩昆布調と、削り節とそれから、いりごま、で小エビのね乾燥物があったらそれも一緒に入れてガーッと混ぜてね1日ぐらい冷蔵庫で寝かせたらね美味しいんです。これご飯にのっけて食べたらめちゃうまなんですよ。でね、まあ今日ご飯並んでないんやけど1日2食生活でねこんなにまあちょっと後からお話させていただきます。1週間分のね1日2食生活の献立っていうかね、まあ大したもの食べてないっていうところをねこの後ご覧いただきたいと思います。その時にね説明させていただきますけどね、まあ今日はねこうやっていいごちそうなんでちょっと出始めがねちょっとごちそうバージョンで、始まりました。これも結構好きなんですよ。美味しいです。ということで、この後またご覧ください。1日2食生活で、すっきり元気な金本です。はい、よいしょ。あれよいしょ。しゃぶしゃぶって。はい、こんばんは、金本です。いつもご視聴いただきありがとうございます。
たーい。あったかいってね。焼酎。そう、ご存知。まあ、今日はね、1日2食生活を実践して、まあ、何年か前からね、そういう生活やってるんですけれども、菜園生活をね、やり始めて、1日2食っていうね、ことをね、よく、お話しさせていただいてると思うんですね。で、まあね、なんで2食になったかっていうとね、やっぱりね、50過ぎたらね、いろんなところにこう、ペンペンってなりますけどね、あ、それでもね、これ、ぷにゃんぷにゃんじゃなくなったんですよ、これ。あれてな感じでね。で、57、8あったんですけれども、今まあ53ぐらいなんですけれどもね、やっぱり違います。リズムカルになったっていうかね。うん。で、どうしてもね、日常の生活に癖になるんでね。朝起きたら食べて、で、お昼になったら食べて、で、夕方になったら食べて、って、で、また飲んで、みたいな感じでね。その生活をずっとやってると、まあ、それがまあ、日常的に、それがまあ、癖になってしまうっていうところを、一回ね、それをね、リセットしてしまうっていうね、往々にね、感づいたんですよね。で、それ、ほら、なんて言ったらいいんやろ、よく今流行りの、断食とかっていうのは、なんて言うんやろ、その、断食の、違う、カタカナ、なんでもカタカナで言うたら、思いつかんけど、うん。でもね、1日3食を食べる習慣になったっていうのは、確かね、ググってもらったらいいと思うんやけど、江戸時代のね、後半ぐらいになったぐらいかな。うん。それ、うん。なんでか言うたら、明かりが、こう、充実してきたら人間ってやっぱりね、動物と一緒。暗くなったら寝る、みたいな。冬になったら冬眠する、みたいな。今からまあ、金本冬眠状態になっていくんかなと思ったりするんやけど、ね、食べ物を蓄えて、で、体にいっぱい、ね、栄養を取っといて、ゆっくりして。で、また春になったら、明るくなってきて、目覚めて、で、日が長くなってきて、いっぱい、動いて、いっぱい食物を取り入れてっていうね、生活をしていくんかなっていう、いわゆる動物生活みたいな感じね。なんかちょっと言い方違うかもわからへんだけどね。で、それが、明かりというのが入り込んで、灯火が入るようなことが、電気が入るようになってきたしてたら、人間というのはね、夜の生活ができるようになってきますよね。それでまあ3食を取りながら生きていく、起きている時間が長くなって、過剰にまあ、摂取する。余計なものを食べていくっていうこと。動かへんのに食べて生きてるみたいなことで、過剰な食物を取り入れてっていうところで、若い時はええと思ってたんです。実際自分もそうやったからね。動きよったから。でもね、もう年取ってきたら、その新陳代謝も悪くなって、だんだん、まあ、消化も悪くなって、それがもう、滞っていくっていう、ことになっていくんじゃないかなっていうように思ってるんですよね。で、それが、消化しきれずに、絶対食べなあかんっていうことを、みたいな感じでお昼になったからとか、夕方になったからって、体が体内時計を、認識しとうから、その時間になったら、なんかぐるぐるとお腹がね、空いてきてね。で、またそれを食べて、またそれを消化しようとする。消化せなあかんっていうね、義務みたいなことを体がこう認識してしもとんちゃうかなと思ったりするよね。なんか。うん。で、今それ思うんが、菜園生活やってて、で、今はまあ自分本位の自営業っていう生活のテリトリーの中でね、仕事に行って、その時間帯で仕事をして、お昼になったら食べて、3時になったら休憩して、夕方になって帰って、ああ、仕事終わったっていう生活をやってた時があったんですけれども、その時ってね、そういう生活で充実をしようとしてたんですよね。だからそれを、まあ、満足するために。で、それ、じゃなくなった時にね、子育ても終わって、今そうなんですけれども、自由な生活になったら、その時間という配分っていうのがね、やっぱりね、変わってきたんです。絶対12時じゃなくてもいい。12時から1時に休憩をしてって言うんじゃなくてもいいっていうことになった時から、これどうしても食べなあかんのとかね、そういうふうになってきた時に、
まあ、体重が、増えて、贅肉がね、違うところにつき始めて、これって一体何なんやろうっていうところになった時にね、一回それ一食抜くことって、ええことなんか悪いことなんかあって、今まあ、芸能人の人でもね、やっぱり美的センスのある人っていうのは、よくよく、見たらね、一日一食の人もいるみたいね。で、二食とかいう方が結構多くって、自分がね、そういう風になるとは思ってないですよ。ただ、健康意識を思ったらね、そこまで、摂取をする必要があるんかなっていうのがあった時にね、一回ね、これって一日二食っていう情報を聞いた時に、できるのかなってね、思ってね、やってみたんです。意外とね、お酒は飲んどけどね。でも、これもね、ご存知のように、無添加の、糖類とか、そういう添加物のないやつだけ、今は焼酎だけなんですけどね。別に何をね、主張しようというわけでもないんですけど、自分が今やってみて、食事のね、内容っていうのを、今、ご視聴いただいてる方に、こうやってね、ご覧になっていただきたいなと思って、一週間のね、食生活っていうのを、一回ね、知っていただきたいなと思って、まあ、大したもん食べてないんですけどね。で、まあ、それがね、三食が当たり前っていうね、こと、まあ、もちろんね、子育てやっとったら、若い子がいる時はね、やっぱり、帰ってきたら今日の晩ご飯何っていうのがあったから、昔のね、Facebook とかやってた時の動画というか、やつ見とったら、お茶がぐつぐつ、お茶ってお湯を沸き始めて、もうぐつぐつ言ってるわ。温かいの飲んだらね、よう温まります。はい。お湯割り。ということでね、過ぎたらね、新陳代謝が鈍ってくるでしょ？若い時ってやっぱり活発に動いとうから、それはそれで3食食べたい食べたいで今日の晩ご飯何ってね、言う時もあるからね、それはやっぱりそれを阻止して、いや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 っていうつもりはないんですけど、こういう年になってきたらね、代謝がやっぱ悪くなってきとうから、蓄積するばっかりないと思うよね。で、今の食生活って言うたら、やっぱり栄養も豊富やし、添加物もいっぱいやし、排出されへんねんね。体の中にばっかり溜まる一方で。だからそういうことを考えてね、菜園生活今まあ5年、丸5年、なって来年から6年目になるんですけれども、やっぱり野菜中心生活。もちろんやっぱりお肉も食べなあかんし、そういう加工食品も、美味しいものはね、食べてやっぱり自分の満足度っていうのはやっぱり上げへんかったら、そんなことだけで、なんて言ったらいいんやろ、自然の食生活のみの、生活だけで、全うしようという気持ちもないんですけれどもね。極力そういうものを控えながら、今の生き方っていうのを築いていきたいっていうね。やっぱり、なんていうかな、中年からの、そういう病気ってあるじゃないですか。今、流行るね、成人病っていうの、ほとんどがね、やっぱり、昔にはなかった、病って言ったらええんかな、そういうようなカタカナの名前ばっかりが全部出てきてね、で検査を受けて、それに合わせてお薬を飲んで、病院に通ってっていうね生活がね、やっぱり死ぬまでね50過ぎてからずーっと病院帰る生活っていうのがやっぱり常になってしまうということを考えたらね、昔の生き方って言うたら一体何なんやろうなってね、いうように、思ったりもしています。でそういうことでね、尻滅裂やな、何が言いたんやろ、いわゆる余計なものを体内に取り入れない生活、心得てっていうことを今大事の基本にしてるんですね。だから絶対それは食べたらあかんって言おったら、この時代では多分生きていけへんと思うんだよね。だから、ある程度
でいいと思うんです。ある程度でええと思うんやけど、なるべくね、自分の気持ちの中で、そういうところをあえて、ファーストフードとか、カップラーメンとか、その、添加物の多い、食材をね、好んでね、食べていくっていう生活じゃなくって、極力自然の生活に、ふさわしい、食生活に切り替えるだけでね、かなり、環境が、自分のね、体内環境の話で変わってくるかなって、思ったりしてます。だから、まあ、一日のリズムの中で、自分の体内、時計っていうのがあるみたいなんでね、今までね、あ、お腹空いたなと、お腹ぐるぐる言ってるなっていうのがあったんやけど、そういうのもね、体嫉妬思うよね。なくなったんです。だからまあ12時になったらぐる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 とかってね、求めてくるっていうね、ことじゃなくって、今はね、9時ぐらいに、朝食を食べるようにしてるんですけど、朝食、昼食、兼みたいな、してるんですけど、12時から1時っていうのはね、一般の人は、お昼休みをしてるけども、お昼休みじゃない時は普通に、作業をしてるっていう、生活です。で、3時の休憩っていうのも、ほとんどないですしね。要所要所ね、水分を取らなあかんから、水分を取ったりとか、野菜の何かを口に入れたりっていうようなね、ことをしてるんですけれどもね、なるべく、その時間にとらわれたね、生活をしない、やり方でね、一日二食生活っていうのがね、できるように、なりました。そういうことでね、まあ、上に上がってる、感じでですね、何にもしてないんですよ。別に。うん。だからまあ、筋トレをしたりとか、もっとね、鍛えたらいいと思うんですけれども、まあ、そこまでせえへんかってもね、普通の生活に、普通の生活っていうのは、なるべく、自然体の生活を取り入れることで、なんていうかな。まあ、いわゆる添加物とか、加工食品とか、そういう、余計なものを体に蓄積したら、多分ね、排出せえへんのやったもんね、体の中に溜まるだけっていうことになってしまうんでね。だからまあ、その話がね、結構それが、どこまで伝えられるかどうかわからへんねんけど、そこが暇になったりとか、現代的なね、病気になったりするような部分と関係してるんじゃないかなっていうことをね、今日はね、お伝えしたいと思いまして、一本こういう動画で、配信をさせていただきました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ではまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル